拡散構造の例。一時構造、二時構造、三時構造、四時構造。拡散構造では DNA や RNA といった拡散の構造について記述する。科学的観点からは DNA と RNA は極めて類似している。拡散の構造はしばしば4つの階層に分類される。DNA の科学構造 DNA、または RNA の一次構造は、直射状に並んだヌクレオチドの配列から構成される。各ヌクレオチドは、ホスホジエステル結合によって連結されている。ヌクレオチドは3つの要素からなる。窒素を含む塩基アデニングアニンシトシンチミングラシル5、インカンでオキシリボースリボース1つ以上の、リン酸基窒素塩基のアデニンとグアニンは、構造的にはプリンであり。 DNA では9位の窒素とデオキシリボースの1くらいのマイナス大きがグリコシド結合を形成する。シトシンとチミンはピリミジンで1位の窒素とデオキシリボースの1くらいのマイナス大きがグリコシド結合を形成する。RNA の場合、デオキシリボースの代わりにリボースがチミンの代わりにウラシルが利用される。プリン塩基とピリミジン塩基の双方で リン酸元の負に帯電した酸素とが、デオキシリボースの5くらいのマイナス大きが、エステル結合を形成する。あるヌクレオチドの5くらいと他のヌクレオチドの3くらいの炭素の間で、ホスホジエステル結合が形成されることで核酸の鎖が形成される。核酸の一時構造は DNA、または RNA 分子内でヌクレオチドが並ぶ順序を示しており、D ークと U の文字で表される。 配列は5末端から3末端方向へ表され、分子の共有結合の構造が1位に表現される。アデニンとチミン、グアニンとシトシンの構造は双方的であり、塩基体を形成する。ある配列に対し逆向きに配置した時に各位置の塩基が双方的となる配列は双方的配列と呼ばれる。DNA はセンス差とその双方的配列である。 アンチセンスさからなる2本の鎖である。拡散のデザインによって、この4、アームジャンクションのような複雑な二次構造を持つ複合体が作り出される。4本の鎖は、正しい塩基体の数を最大化する形で結合するため、このような構造が形成される。拡散の金属結合部位としては、リン酸、糖、塩基部分という3つの可能性がある。 アルカリ金属イオンとの複合体の固体構造についての創設が執筆されている。二次構造は塩基間の相互作用のセット、例えば鎖のどの部分が互いに結合しているかについての情報である。DNA の二重螺旋では DNA の2本の鎖は水素結合によって互いに結合し、一方の鎖のヌクレオチドは他方のヌクレオチドと塩基体を形成する。 DNA 中の塩基はプリンとピリミジンに分類される。アデニンとグアニンはプリンであり、窒素を含む6因管と5因管からなる二重、環構造から構成される。シトシンとチミンはピリミジンであり、窒素を含む6因管からなる単一の環構造である。プリン塩基は常にピリミジン塩基と体を形成するは、シトシンとアデニンはチミン、またはウラシルト。 DNA の二次構造は互いに巻きついて二重螺旋構造を形成する2本のポリヌクレオチドさで形成される塩基体のパターンを表現している。2本の鎖は塩基体間の水素結合によって整列するが、より強い力で2本の鎖が離れないようにしているのは塩基間のスタッキング相互作用である。これらのスタッキング相互作用は、 ファンデルワールスジからと、素水的相互作用によって安定化されており、局所的には多くの構造的差異が存在する。二重螺旋構造には二つの溝が存在し、大きさによって、思考と、含溝と呼ばれている。RNA の二次構造には一本の、ポリヌクレオチドから構成されるものも含まれ、RNA 分子中の相補性領域が折りたたまれる、ことで、塩基体形成が起こる。 RNA 分子には1本鎖の領域と2本鎖の領域の双方が存在していることが多い。RNA の二次構造の4つの基本要素はヘリックス、ループ、バルジ、ジャンクションである。ステムループは RNA の二次構造で最もよく見られる要素である。ステムループは RNA 差が折り返されて塩基体を形成した構造であり、ステムと呼ばれる二重螺旋部分と ループと呼ばれる対合していない一本差領域が形成される。RNA の二次構造はヘリックス、ループ、バルジといった二次構造要素についての実験的データに基づいて予測される。バルジとインターナルループは二重、螺旋形成領域中に対合する相手のいないのクレオチドが存在しているときに形成される。 対合しないヌクレオチドが一方の鎖にのみ存在するときはバルジが双方に存在するときはインターナルループが形成される。テトラループは4塩基からなるループ構造である。リボソーム RNA でよく見られるテトラループにはアンクグ、ナ、クワグという3つのファミリーが存在する。アンクグが最も安定なテトラループである。シュードノットは株王ンモザイクウイルスで 初めて同定された RNA の二次構造である。シュードノットはヘアピンループのループ領域のヌクレオチドがヘアピン外の一本差領域と対応してら旋構造を形成したものである。シュードノットの形状にはいくつかの種類が存在し H 型ホールドのシュードノットが最もよく研究されている。H 型ホールドではヘアピンループのヌクレオチドがヘアピンステム外の塩基と 対合子二つ目のステムループ構造を形成する。その結果、二つのステムと二つのループを持つシュードノットが形成される。シュードノットは多様な機能を持つ構造的要素で、ほとんどのクラスの RNA に見つかる。ダティーノット PW 法がシュードノット構造の予測に利用される。ダティーノット PW 法では、二次構造要素や、 H 型シュードノットとの類似性のスコアリングに基づいて構造予測が行われる。DNA の構造と延期 A 型、B 型、Z 型 DNA の構造を側面から見た図。三次構造は三次元空間における原子の位置であり、非科学的、立体的制約が考慮に入れられる。直鎖状のポリマーは大規模にホールディングし、鎖の全長が特定の三次元的形状へと、 折りたたまれる。DNA が形成する二重螺旋の三次構造には4つの点で差異が存在する。右巻きか左巻きかヘリックスのターンの長さ1ターン、あたりの塩基数指向と含みその大きさの差 DNA 二重螺旋の三次構造としては BDNA、ADNA、ZDNA AD の3種類が一般的に存在する。BDNA はインビボで、 最も一般的な DNA の形状で ADNA よりも細く長い螺旋構造である。その広い種溝はタンパク質がアクセスしやすくなっている。一方で、含溝は狭い。BDNA は周囲の水分量が多い条件で好まれる構造であり、含溝の水和によって BDNA が好まれるようである。BDNA の塩基体は螺旋軸とほぼ直行している。 螺旋が A 型となるか B 型となるかを決定する頭部分の立体ハイザは c にエンド型である。ADNA は脱水条件で観察される DNA 二重螺旋の形状で BDNA よりも短く幅広い。RNA の二重螺旋はこれに類似した形状をとる。RNA と DNA からなる二重螺旋は 主に A 型であるが B 型の RNADNA 二重螺旋も観察される。RNA 一本差中の二ヌクレオチドは DNA との対応がなくても局所的に B 型構造を取ることがある。ADNA は深く狭い種溝を持つため、タンパク質は容易にアクセスすることができない。一方、含ぞは広く浅いためタンパク質がアクセス可能であるものの、 含みぞから得られる情報は思考よりも少ない。ADNA の塩基体は螺旋軸に対して傾いており、螺旋軸からも離れている。シュガー・プッカーは C3 沿道型である。RNA の二重螺旋では二大きが C2 沿道型立体配座を取るのを妨げているため A 型構造となる。長らく ADNA は実験室で見られる、人工物以上には見なされてこなかったが、 現在ではいくつかの生物学的機能を持つことが示されている。ZDNA は比較的稀な左き二重螺旋である。適切な配列と長螺旋による張力がかかった条件でインビポでも形成されるが、その機能は不明である。A 型や B 型よりも細く長い螺旋構造を持つ。ZDNA の主溝は実際には溝を形成しておらず。 狭い含み図を持つ。高潮条件下で最も好まれるコンフォメーションである。いくつかの塩基地間は存在するものの、プリンとピリミジンが交互に並んだ配列を必要とする。グアニンの N2 網の元は5くらいのリン酸元と水素結合しており、これによって ZDNA のプロトン交換速度が遅いこと、グアニン塩基が必要とされることが説明される。 ZDNA の塩基体はほぼ螺線軸と直行している。ZDNA で見られる反復構造の単位は1塩基体ではなく、GPC 配列の2塩基体であり、GPC と CPG では輪間の距離が異なる。GPC 配列では塩基のスタッキングの大きな重なりが見られるが、CPG 配列では重なりは小さい。ZDNA の主差がジグザグしているのは、 グアニンのグリコシド結合の立体配座をシトシンの立体配座が保証しているためである。グアニンの立体配座は新型 C2 沿動型で、シトシンではアンチ型 C3 沿動型である。直鎖状の DNA 分子は回転する自由端が存在し、二重螺旋の2本の鎖が互いに何回回回転するかを変化させることで、細胞内での様々な動的過程の変化を 調節している。DNA 分子の一部は感情で、そのため異相的な制約が存在する。近年、感情 RNA も自然に広く存在し、多くの生物で発現していることが記載されている。共有結合によって閉じた感情 DNA の構造には異想的な制約が存在し、鎖が互いに対し何回回転しているかを変えることはできない。 C 死死度名は長螺旋構造を形成していることもある。長螺旋はリンキング数によって特徴を付けられる。細胞内の DNA は負の長螺旋を形成して巻き戻りやすい傾向があり、長螺旋を形成していない DNA よりも鎖の分離が容易である。長螺旋 DNA の構成要素にはそれの井戸型とプレクティニミック型がある。プレクティニミック型の長螺旋は、 原核生物で見られ、それの井戸型の蝶螺線は主に真核生物で見られる。核酸の4次構造の概念は、タンパク質の4次構造と正確に同一である、わけではないものの類似している。4次構造は、核酸の工事の組織化や、核酸と他の分子との相互作用を指す。核酸の工事の組織化として、最も一般的に見られるものはクロマチンで、ヒストンとの相互作用によって、 高次構造が形成される。また、四次構造という語は、リボソームやスプライソソームで見られる個々の RNA 構造単位間で見られる、相互作用を指して用いられることもある。ありがとうございます。